吉田さん、まあ、インターネット、これはね、予約投稿ができるのが一つの特徴ですよね。1週間分取りだめておいて、で毎日自動配信させることによってリアルタイム感を出していくっていう方法があると思います。私もね、旅に行く時に明日の朝はちょっと毎日の投稿できそうないなと思ったら予約投稿をすることがあるんですよ。その際はその時間に、まあ、何て言いますかね、リアルタイム感を出すために、おはようございます、今日も爽やかな朝ですね、みたいなね、そんな駆け出しをするんですけども、なんかね、いい天気ですねっていうふうに入れといて、でその時になったら雨だったみたいなこともあるんでね なんか皮肉なもんでございます。で、ちょっと話題変わりますけども、詐欺に引っかかっちゃってお金をたくさん失っちゃったとかね、そういうのはインターネットビジネスやってるとあると思うんですよ。でも実は別にインターネットビジネスじゃなくても、この世の中にはもともと嘘とか誤解とか真っ向詐欺っていうのがね、あるのが前提なんですよね。まあ、ですんで、情報を選別してどれに向かっていくかってことを自分で見極めなきゃいけないですよね。よくね、信じていたのに信頼していたのにって言いますけども、詐欺っていうのは信頼してるからこそかかるんですよね。だって疑っていたらそこに30万50万って払わないわけですよ。まあ、ですんで、そこをね、よく認識して、信頼の向こうに詐欺があるっていうことを重々ってね、胸に落とし込まないといけないかなと思います。もちろんね、詐欺師を肯定するわけではありませんけども、なくならないですから、ということは防御しないといけないんですよ。車を運転しても交通事故ってのは絶対なくならないですよね。ゼロになった瞬間ってのはないんですよ。ということは、自分がそれに合わないように慎重に慎重に、用心していく、もしくは自動車保険にきちんと入って、万が一のためにダメージをね、致命傷を負わないようにしておく、こういうふうなことをしておくべきだと思うんですよね。その中で YouTube ってのもとっても有効で、詐欺に引っかかっちゃってお金失っても、それをネタに取り戻すことができるんですよね。だからよく私もね、聞くんですけども、案件引っかかってね、詐欺にやっちゃいましたと。実は久保さん、2年前にこういう案件にね、私もフラフラっと行って、で久保さんの速稼塾を一時停止して、そっちに行って、いつの間にかあれやあれやとね、100万200万とそっちに突っ込んじゃって、何も音沙汰ないんですよ。こういうのどう思います?って言うんですけども、どう思いますも何も、その2年間の間に詐欺に引っかかっちゃったのを、プラスね、こっちの方で何したかなんですよ。情報発信したりとか、その詐欺に引っかかった、そのどんな案件に詐欺に引っかかったのかってことを、やっぱりね、こう検索とかして調べると思うんですよ。じゃあその記録をアウトプットしていくってことができるんで、そういうふうにして自分のコンテンツ化してね、どこまでもたくましく、やられたことすらコンテンツしていくっていう、そういう根性がね。はい、失礼しました。そういう根性がリスクヘッジの一つだと思うんですよ。ですんでね、どんな時も情報発信、車で事故っても、その事故ったことを情報発信して、運転に気をつけようねとか、この道路は気をつけようねって、見通しが悪いよとか、こういうところにネズミ捕りがいるよみたいなね、そんな情報発信に変えていけばいいんじゃないですかね。というよりも、それぐらいしか私たちにすることがないんですよね。事故は避けられないですし、損害は避けられないんですよ。必ずどっかで傷つくんですよ。じゃあ、その傷ついたことから一瞬でも早くね、立ち直るために、どんな行動をするのか、それは自分の体験のアウトプット、それによって注意喚起したり、人に学びを促したり、そういうことじゃないかなと思うんですよ。そしてアウトプットするとね、最も自分の印象に残るんで、もうね、そういうやばいことに巻き込まれる可能性は非常に少なくなるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、言いたいことはこれぐらいですね。マトリックスアフィリエイト、いってらっしゃい。